こんにちは高瀬俊介です動画をご視聴いただきありがとうございますコメントやいいねボタンを押してくださってる方いつも本当にありがとうございます 今回のテーマは、SNS で知り合ったお相手と会ってもいいのかということで、まあ、テーマとしてはですね、まあ、ちょっとこう今時な感じがするんですけれども、まあ、最近はですね、この出会いの、まあ、出会い方ですね、というのも非常にこう多様化しているところがありまして、まあ、特にですね、まあ、SNS がこう盛んになっているということから、まあ、それを通じた出会いであったり、まあ、知り合い、知り合うということですね、まあ、出会いであったり、 まあ,あとはですね、まあ、マッチングアプリであるとか、まあ、出会いの,このサイトとかですね、まあ、そういったものを通じてこう出会われる方もいらっしゃるかと思います。 で、えー、そういった、まあ、SNS などですね、えー、で、こう知り合った人と、まあ本当にこう、まあね、そこでこう知り合ったはいいものの、実際にこう出会ってもいいのかどうかというところですね。まあそこがこう気になっていらっしゃる方もいるかと思いますので、今回はですね、その SNS などで知り合った、まあ、お相手の方とこう会ってもいいのかどうかというところをですね、見ていきたいと思います。 で今回も3択リーディングということでカードを3種類ご用意させていただきました左から ABC とさせていただきましてこの中からお好きなカードをお一つお選びください複数のカードで迷われている場合は最初にこれだと思った方をお選びいただいた方がいいかと思いますそれではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思います カードをお選びいただきましたでしょうか。それではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではまずはじめに A をお選びいただいた方のリーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 今回は SNS で知り合ったお相手と会ってもいいのかということで、まあ、SNS をはじめ何かこうマッチングアプリであるとか、まあ、出会いのサイトであるとかですね、まあ、そういったものを含めてですね、まあ、そういったところでこう知り合ったお相手の方と実際にですねこう会ってみてもいいのかどうかというところを見ていきたいと思いますで今回ですねカード上と下で分けさせていただいているんですけれども上がですね、まあ、お相手の方が今あなたに対してどんな気持ちを抱いている いらっしゃるのかどんな気持ちで今あなたとこう接していらっしゃるのかっていうところを表しているカードになっております。えー、対して下のーカードがですね、実際にこう会ってみた時にこうどうなるのかっていうところを表すカードになっておりまして、まあ、そこからですね、実際にこう会った方がいいのか、それともまあやめておくべきなのかっていうところを見ていきたいと思います。でまずはじめにですね、今お相手の方がまあどういう気持ちであなたとこう接していらっしゃるのかっていうところから見ていきたいと思います。 まずはじめにこちらのカードですね。こちらのカードは星のカードになっておりまして、まあ、星のカードはですね、まあ、気持ちの高まりであるとか、まあ、未来に対するワクワク感期待という気持ちをですね期待を抱いているっていうことを表すカードになっておりましてすごくこうあなたとこう実際に会うことを楽しみにされているっていうところを表しているカードになっております。 で、その隣の、こちらのカードですね。ソードのキングのカードになるんですけれども、まずソードというのはですね、まあ、知性であるとか、まあ、あとはコミュニケーションということを表す、まあ、象徴となっております。まあ、そのことから、まあ、あなたとですね、えー、なんかこう、実際にもお会いして、こう、お話をしたいということですね。実際に会ってみて、こう、例えば会話などを通じて、どういった人なのかっていうところを、まあ、知りたいというふうなことを思っていらっしゃる。そして、まあ、キングというところは、その気持ちの強 といいううころが、まあ、実際にああっってななたた一体どういった人なのか今はまだこの SNS などを通じたこうやり取りしかしていないんだけれどもじゃあ実際に会ってみた感触としてはどういう人なのかっていうところを早くこう知りたいっていうふうに思っていらっしゃるというところがこちらのカードになっております。 で、えー、その隣のこちらのカードですね。こちらのカードについては、まあ、向上心に溢れるということで、まあ、先ほどのまあ星のカードに近いメッセージではあるんですが、まあ、こちらもですね、まあなたとこう実際に会うことについてこうワクワクされているということですね。早くこう会いたいであるとか、まあ、実際に会ったらどういう人なのかっていうところについてすごくこう、ね、こう楽しみにされているっていうところを表しているカードになっております。なので、まあ、ここまでのカードを見るとですね、まあ、すごくこうあなたに対してこう会いたいという気持ち が、こうまあ、出ているなと言いますか。かまあ、現れているなというところが、この3枚のカードからは読み取れるところとなっております。で、その中でですね。まあ、お相手の方が、まあ、あなたに対してまあどう？う つもりでと言いますか、どういう気持ちで接してきているのかっていうところについて見ていこうと思うんですが、それを表すのがですね、こちらのカードになっておりまして、こちらのカードちょっと見ていくんですけれども、こちらのカードが表すものとしては、誠意ということをですね、表すカードになっておりまして、誠実さをですね、表すカードになっております。すなわちですね、お相手の方が SNS などを通じてあなたと知り合ってきた気持ちというのは、何かこう、 遊び心であるとか何かこう、下心があっってててて接しきたいううわけではなく何かこ真剣に何かこう、交際できる相手をですね、探していらっしゃって、誠実な交際を望んで、あなたとのこの、知り合ったというところがありますので、お相手の方としては決して、あなたとですね、何かこう、遊んでやろうとかですね、遊びの恋をしたくて近づいてきたのではなくて、真剣な交際をしたいという考えのもと、あなたとですね、 まあ,あ,あなたに対してこう接近してきていらっしゃったのかなというところがですねこちらのカードとしては読み取れるところがありますので、まあ、お相手の方としてもすごくこう、まあ、真面目な方といいますか、まあ、恋愛に対してもこう真剣にこう考えていらっしゃる方なのではないかなというところがですねこちらのカードからは読み取れるところとなっております。 なので、まあ、お相手の方としても、まあ、早く会いたいという気持ちは、まあ、真剣なこう交際をこう始めたいという気持ちがあって、まあ、あなたに対してこう会いたいというふうなこう気持ちを抱いていらっしゃるっていうところがですね、えー、まず、上の4枚のカードからは、こう、読み取れるところとなっております。 まあ、そう、そういったですね、まあ、お気持ちをこう抱いていらっしゃるという中でですね、じゃあ実際に会った時にはどうなっていくのかということで、えー、下の4枚のカードをですね、まあ見ていこうと思います。で、まずはじめに、えー、こちらのカードですね、えー、こちらのカードについては何かが始まるということで、まあ、新しい物事がこう始まるということを表すカードになっております。まあ、すなわちですね、えー、あなたと、そして、まあ、お相手の方が、こう、実際にこう、出会ったことによって、まあ、そこでこう、関係がこう、スタート していくといいうことですね、まあ、いきなりこう恋愛関係で、えー、なかったとしてもそこでまあ、ね、お互いにこう打ち解けてですね、まあ、良好なこう関係が築かれて、まあ、関係がスタートしていくということで、まあ、実際に会ってみてもですね、えーこお,まあ、お相手の方とはすごくこういい雰囲気になって、まあ、良い出会いを果たされるのではないかなというところをまずこちらのカードがですね表してくれているところとなっております。 ただですね、えー、それ以外のカードが、まあ、あなたに対して、まあ、ちょっとこう、まあ、注意といいますか、まあ、アドバイスをしているというところがありますので、えー、最初にですね、こう、いい出会いを果たしたからといって、ちょっとこう、まあ、油断をしてはいけないということをですね、まあ、意識していただければなというふうに思うんですがあ、まず初めにですね、こちらのカードがですね、表しているものとしては、まあ、理性が勝つということで、まあ、その理性がですね、まあ、理性的な判断がこうできたことによって、えー、何かこうね、えー、危ない、 ことをする一歩手前でこう難を逃れるっていうことを表したりもするんですが、まあ、こちらのカードがですね表すカードと意味としてはですね、まあ、あのその最初にですね、まあ、非常にこういい出会いを果たすということをですね先ほどお伝えさせていただいたんですがそこでですねちょっとこう舞い上がってしまっては良くないってことなんですねすなわちそのお前最初にですねすごくお互いの印象も良かったり、まあ、雰囲気としてもよくですね感じるところがあってすごくこう気持ちがこう高まってくるかと思うんですけれどもその 気持ちの高まりに任せて何かこう勢いによって よってですね、何かこう行動してしまうと、こう痛い目を見てしまうということで、例えばですね、まあ、そういった何かこう SNS を通じたこう出会いとかでも、まあよく聞くことなんですけれども、最初にすごくこうお互いがいい印象だったというところがあって、すごくこうね、お互いの気持ちが高まっていって、最終的にですね、行き着いた先がこう、まあ恋愛関係ではなくて、まあその、まあその感情の高まりに任せた、何かこう肉体関係のようなものになってしまって、それ以上のは関係の発展がこう、まあ、望めなくなって、 そういったことをまあ聞いたりもするんですけれども、そうならないために、しっかりとですね、まあ、お相手の方とすごくいい出会いを果たすんですけれども、そこでこう舞い上がりすぎてしまわないっていうことですね。あくまでもこう理性的な判断をしてですね、その感情に任せた行動はしないように、こう意識していただけるといいのかなというところがですね、まあ、こちらのカードが伝えてくれているところとなっております。 で、こちらのカードについてもですね、まあ、熟考、まあいわゆる深く考えるということであったり、まあ、一度こう立ち止まってこう、えー、まあ深くです、ね、こう考えてみるということが大切だということをですね、えー、表すカードになっておりますので、えー、何かその時のこう、まあ、勢いであるとか、まあ、お相手の方のまあ何かまあ誠実というところがあったので、まあ、そういった強引なあお誘いとかは、まあ、おそらくないかとは思うんですが、何かこう、ね、その時の、まあ、場の勢いであるとか、雰囲気にこう流されて、 してないうところが見てのすそういった形で何かこうその時の感情や、まあ、勢いにこう流されてしまうと最終的にどうなってしまうのかと言いますとこちらのカードが表す通りですねこちらのカードはまあ深い悲しみであるとか、まあ、あとは傷つくということをですね表すカードになっておりましてあなた自身がとてもこう辛い経験をしてしまうということをですね、まあ、表すカードにもなっておりますので、まあ、そこで,で ですねまあ、そ,うそういった結末にならないためにもあくまでもです、ね、その感情的にならないということを、ね、しっかりと、まあ、最初の、まあ、最ファーストコンタクトだというところをです、ね、意識してその 1, 回の1回目の出会いで全てをこう、ねえー、こう発展させようとしないというところですね。まあそこでこう 急いいいででしまわないっていうところですねそこがまあ非常に重要になってくるのかなっていうところがあるのでまずはお相手の方がどういった人なのかそしてどういう気持ちをちゃんとこう抱いてくれている人なのかっていうところをまあ見極めるっていうわけではないんですけれどもそういったところをまあ最初はこうチェックしていくぐらいにしておいた方がいいのかなとでその先の関係についてはまたこう2回目3回目のですねこう会った時にですねこう深めて仲を深めていけばいいのかなというふうに思いますので1回目のこの出会いで 全てをこう進めよううとととしないということですね、まあ、そこを注意していただければ、そのお相手の方とのまあ良い関係ですね、まあ、良い恋愛であったりだとか、良好な関係が今後も築いていけるかと思いますので、ちょっとそこはですね、3枚カードが今回出ておりますので、すごくこう注意と言いますか、アドバイスをしてくれているところになりますので、意識していただいたらなというふうに思います。ただ、結果としてはまあ会ってみてもいいと思いますし、会うことによってそのお相手の方と、 まあ、良い関係がこうスタートするということがありますので、まあ、その時に、まあ、くれぐれもですね、まあ、注意としてはまあ何度もちょっとお伝えすることにはなってしまったんですがあまあ感情に任せた行動だけはまあしないようにしていただけたらなというふうに思います。はいえー、ということで A をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いです。 はい。それでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。え今回は SNS で知り合ったお相手と会ってもいいのかということで、まあ、SNS を含めですね、まあ、いろんなものでこう知り合ったですね、まあ、ネットを通じてこう知り合ったまあお相手の方と実際にこう会ってみてもいいのかどうかというところを見ていきたいと思います。 え今回ですね、上の4枚のカードが、あまあ、お相手の方があなたに対しての気持ちですね。あなたに対して、まあ、どういったまあ気持ちを抱いてですね、まあ、どういったつもりで、こう、まあ、接してきていらっしゃるのかっていうところを表すカードになっております。えー、対してですね、下の4枚のカードですね、えー、こちらについては、こう、実際に、こう、お相手の方と、こう、会った時に、まあ、どうなっていくのかっていうところを表しているカードになっておりまして、まあ、そこを含めてですね、まあ、実際にこう会ってみてもいいのかどうかっていうところをですね、えー、見ていきたいと思います。 思いたいと思います。 で、まずはじめにですね、まあ、全体を、まあ、見させていただいたところといたしましては、まあ、結果としてはですね、まあ、お相手の方には、まあ、会うことはあまりお勧めはしないっていうところがですね、まあ、私からは、今回ですね、えー、読み取ったところとして私からはこう言えるところとなっております。まあ、どういうところなのか、まあ、会わない方がいいっていうのがちょっとこう曖昧なですね、回答にはなっているんですが、それがどういったところなのかっていうところについてですね、えー、それぞれまあ見ていきたいというふうに思うんですけれども、 えまず初めにですね、まあ、お相手の方が今どういった気持ちであなたに対して今こう接,して接近してきているのかっていうところをまず見ていきたいと思います。 で、まずはじめにですね、こちらのカードから見ていくんですが、こちらのカードはですね、まあ理想の実現であるというか、まああとはあ、まあ野望とかですね、まあそういったことを表すカードになっておりまして、まあこう、望みのものをこう手に入れるためにこう、まあ奮闘するということで、まあ理想に向かってこう、まあ、突き進んでいるっていうことを表すカードになっておりまして、えー、例えば恋愛で言いますと、まあ望みの相手をこう手に入れるであるとか、まあ気になった人とのこう関係を、まあ一気にこう深め たいということを表すカードになっておりまして、まあ、お相手の方としてはすごく今こう。あなたに対してまあ、あ興味を持っていらっしゃるとで、そしてまあそのあなたとのこう関係をまあ深めたいという気持ちがこう強くなっているっていう所をですね、えー、表すカードになっております。はい、なので、まあお相手の方もそういったま、何かこう sns などを通じて知り合ったあなたに対してですね。すごくこうまあ会いたいというようなまあ、そういう気持ちを抱いていらっしゃるというところが、こちらのカードからはまず読み取れるところとなっております。 ただ、そういった気持ちがある中でですね、こちらのカードに移っていくんですが、こちらのカードが表しているところとしては、まあ、優柔不断であるとか、まあ、自分ではこう決められないっていうことをですね、表すカードになっておりまして、ちょっとその先にですね、こちらのカードのメッセージも見ていくんですが、こちらのカードはですね、まあ、先入観であるとか、まあ、思い込みにまあ囚われるっていうことを表すカードになっております。 ますなわちですね、この2つのカードから読み取れるところとしては、お相手の方としてはあなたに対して会いたいという気持ちがあるんだけれども、ただ、あまあ、もしかするとですね、まあ、お相手の方というのは、まだその、まあ、例えば SNS などを通じての出会いの経験というものがこうあまりない方なのかなというところがあって、実際にこう知り合ってみたはいいものの、じゃあどういうふうにして実際に会うのかというところが、ちょっとこう分かっていないというところがあって、まあ あ、会いたいという気持ちがあるんだけれども、そこからこう先にはまあまだこう進めていないというようなまあ、そういったところをですね。表すカードになっております。で、先ほどまあ先入観であるとかまあ、思い込みっていうところですね。にとらわれているっていうところをお伝えさせていただいたんですが、まあ、これについてはですね。まあ、おそらくそのまだ sns などを通じてのこの出会いの経験がないというところからまあ、その本当にこう。ネットを通じて出会えるのかな？みたいなまあ、そういうちょっとこう。不安の気持ちですね。まあ、そういったところもちょっとこう。お相手。の方 方の方まあ行動力を減退させている原因の一つになっていて、まあ、ちょっとこう優柔不断というかなかなかこうまあ行動に移せていないというような、まあ、そういった状態になっていらっしゃるのかなというところがですねこちらの2つのカードからは読み取れるところとなっております。 なので、ま、あなたと、ま、実際にこう出会って、そしてこう関係を深めていきたいという気持ちはあるんだけど、まだいかんせんその、まあ、SNS などを通じてのこう出会いの経験がちょっとこう少ない、まあ、せいだとは思うんですけれども、まあ、それによってまだこう勇気が持てていないということですね。実際に会う勇気がこう持てていらっしゃらないっていうところが、読み取れるところとなっております。 で最後、こちらのカードですね。こちらのカードについては、穏やかで誠実であるとか、あとはまあ曲がったことをしないということを表すカードになっておりまして、まあ、お相手の方としてはですね、い、え、た、ー、ってこう真面目に、えー、まあ真剣なこう交際のまあ目的で、まあ、その例えば SNS であるとか、まあ、そのマッチングアプリとか出会いのサイトとかをこう利用されていて、まあ、真剣なこう恋愛をするための,このパートナーをこう探していらっしゃるというところがですね、まあ、こちらのカードからは読み取れるところがあるので、 何かこう遊び相手であるとか、まあ、肉体関係のような人をこう求めているわけではないっていうところはですね、まあ、こちらのカードからは読み取れるところとなっております。はい、なのでまあお相手の方としてはすごくこう真面目で、まあ、あなたに対して会いたいという気持ちがあるんだけれどもそれが実際のまあ行動に、えー、じゃあ移せて。 いいるかとうことですね、まあ、実際にこう会うためのこうアクションを起こせているのかっていうと、まあ、ちょっとこう勇気が持てていなくてまだその段階にはこう進めていないっていうところをですね表すカードとなっております。 まあそういったお相手の方のですね、まあお気持ちをですね、先に見させていただいたんですが、じゃあその下のカードですね、下の4枚のカードを見ていくんですけれども、まあ実際に会ってもいいのかっていうところについてはですね、まあ最初にもお伝えさせていただいた通り、まあ会わない方がいいのではないかなっていうところが言えるところとなっております。まあどういったところなのか、あーそれぞれのカードを見ながらですね、お伝えしていこうと思うんですけれども、まずはじめにこちらのカードですね、こちらのカードについては、まあ、先の見えない不安 ということであったり、まあ、心身ともにこう疲弊してしまうということをですね、えー、表すカードになっております。えー、つまりですね。まあ、お相手の方とじゃあこう実際にこう会ってみました。という風になった時にですね。どこかこうまあ、sns でのこの知り合っていた時、まあ、連絡のやり取りをしていた時とはちょっとこう雰囲気がこう違っていたりするということをですね。まあ、表すカードになっておりまして、まあ、それによって何、えー、かこうあなた自身がこうものすごくこう。疲れてしまうということをですね。 表すカードになっているんですねすねなわちこう会った時にその、まあ、連絡のやり取りの時にはすごくこうスムーズにこうコミュニケーションができていたのにこう実際に会ってみるとなかなかこう何もこう喋らない方であったりだとかちょっとこう、まあ、考え方がこう合わないなっていうことを感じる部分が多かったりだとかすごくこうあなたがですね何、まあえー、て言うんですかねそのまあ 身体的だけでなく、こう精神的にもこう、まあ、疲れてしまうような結果になってしまうというところをですね、表すカードがこちらになっております。 で、その隣のカードですね、こちらのカードについてはですね、まあ、女性がこうリードするということを表すカードになっておりまして、もしこの B をお選びいただいた方が、まあ、女性、A、だとするとですね、まあなたの方からそのお相手の方をこう引っ張っていかないと、何かこう、次のこうアクションが起こらないというような展開になってしまうということで、常に何かこう、お相手の方をまあケアするっていうわけではないんですけれども、こう気を使い続けなければいけないっていうところからも、何かこう、 非常にです、ね、こう疲弊してしまうというところにつながってしまうのかなというところが見えております。 で、まあ、B をお選びいただいた方が、まあ、男性の場合だとしても、今回、まあ,あ、クイーンということで、まあ、女性というところをですね、まあ、お伝えさせていただいたんですが、どちらにせよですね、あなた自身が、まあ、お相手の方をかなりこう、引っ張っていかないと、こう、お相手の方からは、こう、何もこう、引き出せなかったり、えー、なんかこう、動いてくれなかったりするというところで、こう、疲れてしまうというところがあるので、どちらにせよですね、えー、まあ,あ、あなた自身がこう、 結構です、ね、まあお相手の方の分までこう動いてあげないと、まあ、何もこう物事が進まないっていうことをですね表すカードになっております。 そういった状況からですね、こちらのカードに移っていくんですが、こちらのカードはですね、まあ悩みが消えないということで、まあちょっとこう、その実際にあったことによって、まあちょっとこう、お相手の方の、まあ、嫌な部分っていうのがこう見えてしまって、それがこう、あなたをこう、まあ悩ませてしまうということですね。この SNS などで通じて、 などを通じてですねこうやり取りをしていた時のこう理想っていうのが、まあ、イメージっていうのが今お相手の方に対するイメージっていうのがあると思うんですけれどもそのイメージとちょっとこうかけ離れすぎてしまって、えー、どうしてこんな人とこう会ってしまったんだろうみたいな形でこうあなたがすごくこう悩んでしまうっていうことをですね、まあ、実際にこの絵を見ていただくとこう、まあ、頭を抱えている人がですね、まあ、見えるかと思うんですけれども、まあ、こういう状況にですねあなた自身がこうなってしまうということをまあ表すカードが出ておりますので。 そののお相手の方とこう会った時にですねちょっとこうギャップを感じてしまうというかあなた自身のこう気持ち、まあ、思いというものがこうちょっとこう冷めてしまうような出来事になってしまうのではないかというところをですね予兆しているカードになっております。 で最後の、こちらのカードですね。こちらのカードについては、多様な可能性に溢れるということで、えー、まあこちらのカードについてはですね、まあ、いろんな可能性に溢れるというところから、あその実際にそのお相手の方とこう会ってみたときにですね、こう感じたまあ感想としてですね、えー、別にまあこの人だけ、この人じゃなくてもいいんじゃないかみたいな、そういったまあ別の人との,この恋愛のこう可能性を感じてしまうということで、やはりそのね実際にこう会ったときにあまりこういい、 関係が築けなかったりだとか、ちょっとこう。理想とはこうかけ離れていたということで、えまあちょっとこう気持ちというものがこう冷めてしまうっていうことにですね。まあ繋がってしまうということをまあ表すカードが出ておりますので、まあそういったところからですね。まあ決してこう会わない方がいいっていうわけではないんですが、会ったことによってちょっとあなた自身がすごくこう。疲れてしまうっていうところがですね。えまあ出ておりますので、まあそういったところから合わない方がいいのではないかというところをですね。ちょっとこう曖昧な。ですね お伝えの仕方にはなってしまっているんですが、今回出た結果から見るにですね、まあそういったことをですね、まあお伝えできるのかなというところがありますので、まあ合わない方がいいのではないかな。ただ、実際に会ってみないと分からない部分もありますし、その嫌な部分も、まあ決してね、その、まあ完全にあなた自身が受け入れられないっていうわけではなくて、それも含めてその人との関係を築きたいというふうに思うかもしれないので、そこに関しては、まああなた自身がこうか合わないかっていうところを決めるっていうところは 最終そうなってしまうんですけれども今回出た結果からは見るにですねあまりこうお相手の方とは、まあ、合わない方がいいのではないかなというふうに思いますはい、えー、ということで B をお選びいただいた方ありがとうございました少しでも参考になれば幸いですはいそれでは最後に C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします えー、今回は SNS で知り合ったお相手と会ってもいいのかということで、えー、SNS をはじめですね何かこう、まあ、マッチングアプリであるとか、まあ、あとは出会いサイトとかですね何かこうそういったあ、まあ、ネットを通じてこう知り合った、まあ、お相手の方とですねこう実際に会ってみてもいいのかどうかというところを見ていきたいと思いますで今回上の4枚のカードがですね、まあ、お相手の方の気持ちを表しておりましてお相手の方はどんな気持ちであなたと今こう接してきているのか というところをです、ね、表すすね表カードになっております、えー、対してですね下の4枚のカードがこう実際に会った時にこうどうなるのかということで、えー、まあそこからですね、まあ、そのお相手の方とこう会ってみてもいいのかどうかというところをこう判断していきたいと思いますで、えー、まずはじめにですね全体のカードをまあ見させていただいたところといたしましては、まあ、結果からあお伝えしますとお相手の方とはまあ会わない方がいいのではないかというところがですね、えー、今回出た結果となっております、えー それは一体どうういいいったとととこころろなのかというところについてですねそれぞれのカードを見ながらお伝えしていこうと思うんですがまず初めに上の4枚のカードですねお相手の方がどういった気持ちであなたと知り合っていらっしゃるのか関係をです築、ね、こうとしていらっしゃるのかというところを見ていきたいと思います。 えー、まずはじめにですね、えーまあ、こちらのカードと、ちょっと飛ばしてこちらのカードに移っていくんですが、まずこちらのカードから見ていきます。えー、こちらのカードはですね、まあ、祝福ということをですね、表すカードになっておりまして、まあ、2人のまあ関係がですね、いわゆるまあ今回で言いますと、お相手の方とあなたとの関係ですね、まあ、そういった関係、えー、2人の関係がですね、その周りからこう祝福されるような、まあ、認められるようなこう関係になりたいというですね、まあ、気持ちを表したりだとか、まあ、深くこう愛しているであるとか、 まあ絆を深めるとということで、まあ、お相手の方としてはあなたとのですね、まあ、仲を深めたい、まあ、親密になりたいという気持ちをですね、まあ、持っていらっしゃるというところを表すカードになっております。 そこからまずちょっと飛ばさせていただくんですが、このまた端っこのこちらのカードですね、こちらのカードについてはですね、物事の成就をですね、願うカードとなっておりまして、あなたとのですね恋愛が成就するようにという願いをですね、お相手の方としては持っていらっしゃるということで、あなたと関係を築きたいであるとか、仲を深めていきたい、進展させていきたいというふうに思っていらっしゃるというところですね。 ではあるんですが、まあ、お相手の方としてはあなたとのまあこう、まあ、関係ですね知り合った先にこう実際に出会ってこう仲を深めていきたいというふうにえ思っていらっしゃるというのがこちらの2つのカードになっております。 そういった気持ちがあってですね、まあ実際にまああなたとこう会ってみたいというふうに思っていらっしゃって、今もこう何かこう SNS などを通じてこうやり取りをされているかと思うんですが、まあただですね、そういったこのあなたに対して会いたいという気持ちの裏にと言いますか、ちょっとですね、えー、まあ、 こ、こちらの二つのカードになるんですけれども、この二つのカードを見るに、ちょっとこう、お相手の方が、まあちょっと要注意人物っていうわけではないんですけれども、ちょっとこう、気をつけた方がいいのかなっていうところがですね、まあ見て取れるところとなっております。まあどういうことなのかと言いますと、まずこちらのカードですね、こちらのカードについては何かをこう、終わらせるっていうことをですね、表すカードになっております。えー、すなわちですね、えー、 まあ、あなたとこう、まあ、何かこうね、SNS を通じてこう知り合って、こう、じゃあ実際にこう出会うっていう風になった時に、そのあなたとのこの出会いというものを選ぶために何かをこう終わらせなければいけないっていうことなんですね。すなわち、えー、何かこう、お相手の方としては、何かこう今ですね、なえー、まあ、例えばこう、恋人の方がいらっしゃったり、まあ、もしくは、 既婚者の方だったりですね。まあそういった形で、すでにもうパートナーがいらっしゃるんだけれども、その中であなたとのこの出会いを果たそうとしていらっしゃるということで、すなわちあなたとのこの出会いを選ぶためには、今ある関係のものを、関係している人とのこの縁をですね、こう、まあ終わらせるっていうことですね。まあそういうふうにこう考えていらっしゃるっていうところから、もしかすると今お相手の方には、恋人の方であったり、婚約者の方であったり、まあ、 夫婦関係にある方ですね。まあ、そういった方がいらっしゃるのではないかなっていうところが見て取れるところとなっております。で、その隣のこちらのカードですね。こちらのカードについては行く手を塞がれるということで、お相手の方としてはですね、すごくこう、あなたにこう、会いたいという気持ちがある中で、まあ、その会いたいという気持ちをまあ行動に移させていない。その、それが、その原因というのが、あ先ほども言ったように何かこう、終わらせなければいけないということが、まあこう、邪魔をしているというところがあって、まあそれが ですねまあ、先ほどもちょっとお話に出したんですけれども、まあ、恋人の存在であったり、まあ、婚約者の存在であったりそういったものがこう関係しているのではないかというところがありますので、えー、おそらくではあるんですが、まあ、お相手の方としてはもしかすると現在ですね何かこうそのお付き合いをされている方がいらっしゃる方なのではないかなというところがあって、まあ、ちょっとこう気をつけた方がいいのではないかというところをです、ねまあ、お伝えさせていただきました。はい そういった形で、お相手の方としてはですね、あなたとこう会いたいというところがあるんですが、じゃあそのあなたと実際に会ってこう関係を深めていくときには何かをこう失わなければいけない、終わらせなければいけないということを思っていらっしゃるというところがこちらのカードになっております。 まあそういったところもあって、まあ一つの、まあ要因としてですね、まあお相手の方としては、まあ会わない方がいいっていうところがまず一つ目の理由っていうところと、じゃあこの実際にですね、こう会った時に、えまあどうなのかっていうところをですね、見ていきたいと思います。まずはじめにこちらのカードですね。こちらのカードについては、まあ見ていきましょうか。こちらのカードについては進歩のカードになっておりまして、まあ自信やと手応えをこう感じるということを表すカードになっております。で、えー、こちらのカードを、まあ自信や 手応えを感じるということで、まあ、お相手の方とこう実際にこう会った時にすごくこうあなた自身もまあお相手の方と気が合うなとかですね、まあ、相性がいいなっていうふうにこう感じる、まあ、そういったまあ出来事があるのではないかというところを表しているカードになっておりますでこれはですね、まあ、非常にいい意味をですね表してくれてはいるんですがその残りのカードですね残りのカードがあまり良くないことをまあ表しておりますので、まあ、そういったところからもですね会わない方がいいのではないかという ところが言えますでまずこちらのカードから見ていくんですがこちらのカードはですね低い方にこう流されていくということで、まあ、状況が良いところからこう悪いところにこう、まあ、変化していくということを表すカードになっておりますすなわちですね最初はすごくこう、まあ、初対面の時はすごくこうお相手の方が素敵だなっていうふうにこう見えたりですね、まあ、自分とこう気があってこの人だったら、まあ、うまくやっていけるかもっていうんですね、まあ、そういったことをこう感,じられた感じられるかもしれないんですが ただその2回目以降にはそのお相手の方のですねこう態度というものがガラリとこう変わってしまうと言いますか最初はこうあなたとこう打ち解けるためにすごくこうお相手の方もこう献身的であったりいろいろあなたのためにこう尽くしてくれるっていうところがあったんだけれどもただその2回目以降になるとそういったことをまあ全くこうしなくなったりだとかちょっとこう テンンションとしてもすごくこう下がっているようにこう見えたりだとか、まあ、そういうふうにですね状況がかなりこう悪い方向にいってしまうというところがあってですね、えーまあ、あなたとしてもすごくこう、まあ、最初の時すごくいい人にこう見えたのに2回目以降はちょっとこうがっかりするというような、まあ、そういったことを経験してしまうということをですね表すカードになっております。 でえー、こちらのカードもですね、まあ、先が見えない不安ということを表すカードになっておりまして、まあ、期待外れの展開っていうことをですね、まあ、表すカードになっております。まあ、これも先ほどもお伝えさせていただいたように初対面ではすごくこう、ねえー、運命的な出会いというふうにこう感じれるぐらいですねお相手の方がこう素敵に見えるんですけれどもそれ以降のですね、まあ、まあ、こう会った時になると、まあ、すごくこうお相手の方のまあ嫌な部分がこう出てきたりだとかあなたに対してのこう態度というものが あ悪い方向にこう180度こう変わってしまって、まあ、ちょっとこう期待外れの展開になってしまうということを表すカードになっております。 で最後こちらのカードですねこちらのカードについては孤独感ということをですね、えー、表すカードになっておりまして、まあ、そういった形でお相手の方の態度というものがどん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 ん悪い方向にこう変わっていくことによって、えー、あなたがですねそのお相手の方とこう会っていてもどこ,こう心が満たされなかったり孤独を感じてしまうような、まあ、そういった結末を迎えてしまうということをですね表すカードにもなっているということが最初はすごくいいんだけれども最初だけというところですね それ以降は全然こう人がこう変わってしまったかのようにえこう自分に対するこうまあ反応であるとか態度であるとかあ何もかもがこう変わってしまうっていうところがあって最終的にあなた自身がすごくこう寂しい思いをしてしまうっていうところが今回ですねこう実際に会ってみた時にえーはですねまあどうなるのかというところを伝えてくれているカードとしてはまあそういった結末をま迎えてしまうっていうことをですねえまあ表しているカードが出ておりますのでまあそういったところからも まあ、お相手の方にはですねあまりこう合わない方がいいのではないかなというところをですね、えーまあ、お伝えできるところとなっております。 なので、まず、まあ、お気持ちのところから見るに、まあ、お相手の方としては、今、もしかしたら、何かこうね、関係を持っていらっしゃる方がいるのではないかというところ、そして、実際に会った時に関しては、最初はすごくいい人なんだけれども、2回目以降になると、ちょっとこう、人が変わってしまうっていうところ、まあ、その2つの理由からですね、あなた自身が、その実際にお会い,お会いした後の、この未来において、あまりこう、明るい未来をですね、表すカードが出ていないというところから、まあ、今のですね、この知り合い っているお相手の方とは、あまりこう合わない方がまあいいのではないかなというところが言えます。はい、えー、ということで、c をお選びいただいた方ありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。 はい。ということで、今回は SNS で知り合ったお相手と会ってもいいのかということで、えー、SNS などを通じてですね、こう知り合った方とですね、実際にこう会ってみてもいいのかどうかというところをですね、えー、見させていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。 動画の内容としては以上となるのですが最後にですね1つだけお伝えしたいことがございまして現在、ですね個人鑑定を行っております。 えー、いつもご覧いただいているこちらの YouTube チャンネルというのは、まあ、一つのテーマに対して、まあ、大勢の方に向けてこうリーディングをしているのに対し、えー、個人鑑定ではですね今あなたがまさにこう気になっているお相手の方との、まあ、今後の関係性であるとか、まあ、復縁の可能性などですねさまざまなお悩みであるとか気になることについても鑑定をさせていただいておりますので、えー、もしご興味がありましたら個人鑑定もご利用いただけたらなというふうに思います。 個人鑑定につきましてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、えー、気になる方はですねそちらをチェックしていただけますと幸いですそれでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました